いらっしゃいませ。すいません。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。キラキラした方が。キラキラした方が。なんかね、いやこんな近くでお話するの初めてですわ。じゃあいい機会だということで。いやそうですよ、挨拶ぐらいしかしてない。キラキラしてる。こっち見れないですけど、どうしよう。渡辺選手のこと見ちゃう。近くで見たらさ。あのもしよろしければ、はい、いかめして。ありがとうございます。大丈夫ですか。でもお昼にちょっとカニ食べてきたんで大丈夫です。大丈夫です。僕が美味しさ伝えたんです。そうですよね。じゃあいただきます。いや本当もうほぼほぼ初めてです僕。まさかこんな威嚇臭い部屋で。申し訳ないです本当に。いや全然申し訳ないです。おかしいから。いただきます。ありがとうございます。うん、美味しいです、はい、なんかあれらしいですよ。嬉しい、光栄です。本当にご飯ってもち米も入ってるんですよ、ね、やっぱり、はい、イカも柔らかくて。あ素晴らしい、美味しいです、はい、ありがとうございます。なんかここのお店らしいですよ。そうです、元祖で、らしいです。噂にはよく聞いてます。ですよね、バスケ界では。ただね、イカの女っていうのがすごい。イカの女はちょっと考えるしかない。いや、まあそうか、お互い、どんな印象あるんですか。そんな普段は絡みがないということで。ないですよね、それは。まあ、でも学生時代から鍋のことは知ってて、また試合とか。あ、まあしましたね。学生の時に僕がまだ当時の日立サンロッカーズですね、はいはい、その時になんか天皇杯とかやったりとか、青学の時に、僕多分1年生ぐらいじゃないですかね。でめちゃくちゃ多分活躍しててその時に、ちょっといい番組だな。ありがとうございます。なんか、まあ、もちろんその後もね、あのパナソニック行ってっていう、お互いの共通点に田臥選手がいらっしゃいますよね。まあまあそうですね、そうですね、同い年じゃないですか田臥さんとね。田臥を一番いじってるっていう情報だけはいじってるのかな。田臥選手もなかなかいじって、いやでもそれはだって同い年だから。あ、そうですよね、年が誰もいじらないからね。なんだしか、でも全然いじれないですか、うん、なんかみんななんであんな、インタビューするの一番緊張しますもん。本当ですか。雰囲気出しますから、ね、なんで俺らで緊張しないんですか。しますよ、みんなするんですけど一番緊張します、田臥選手がいらっしゃる。なんかそんなに怖い人じゃないじゃない、もちろんなんかオーラが出てます。めちゃめちゃでもなんかいじられるとなんか嬉しそうにしてますよね。嫌いじゃない、嫌いじゃないですよね。嫌いじゃない。どんないじり方するんですか。いや最近ね、この間も言ったんですけど、髪型どうしちゃったんだって、まずそこから多分もう全員が思っている。ご本人には聞いたことあるんですか。あ、この間ももちろん言ってますし。なんていう返事が。なんかちょうどその時に隣に柏木がいて、柏木も結構全然言っちゃうんで、あれゆうたさん髪型どうしてますか。でもなんかふわっとした返答しかないですね。そうそうそう、いやなんかちょっとこう固めてねとか言ってなんかそんな感じ。喋り方までむちゃくちゃいじってる。ね、昔はね、もう、そうですよね、日本人で NBA に初めて入った時なんかちょっとね、うん、ストッパーかけちゃったぐらい。いやそうだ、あの頃はね、尖ってた、切ってましたね。ピアスかなんかね、ピアスしてましたね、サンズの頃ね。いやそうか。そうなんですよ。まあ、でも最近はもうもっぱらヨガですよあの人は。片岡鶴太郎さんがあの人です本当に。ずっとヨガじゃないか、いじってるって話を間に桜井を挟んで。桜井さんもうすぐですからね、一番軽いですからね、リングで。靴履くのに今も、いや時間かかりますね。今でも本当なんですか、15分ぐらい。なんかねそういう話、今怪我してるのあれですけど、ずっとやってる時はもう練習前ずっとギュ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 ってやって、多分納得いくまでやってますねあの人ね。だ最近ね、あの紐がいらないシューズとか出てる。あ、今これなんかそ僕の履いてるの。そうですね、すごい。そういうのとかをゆうたに俺もすぐ履けるから1分もあれ履けるようなんて。多分ねその靴紐が嫌なわけじゃないと思うんですよ。あのなんか、ね、あるのあるの。そう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 、靴紐がいらないなんか、ね、あれだったらすぐ履けるか。確かにね、試合中とかも一回なんかなんかのタイミングでほどいてやろうかな。それにね15分ぐらいよくありましたよね、リベ選手でもね、なんかあの2人とか。食べに来て。五十嵐選手が最近の若手に申したいこと。今一番下で何歳ぐらいですか。で若いですよ、新潟。新潟で今学生。ああそうか、いるか。特別指定で入ってきた星野って子が22。だからもう17。いやジモさんなんて言っちゃったらもうそれこそ子供ぐらい。子供でもいいぐらいですよね。でも全然だって話合わないんじゃないですか。うーん、
まあ、そんなにこう深い会話やっぱしないよね。でしょ、あっちもさすがに五十嵐系だってなるでしょ。絶対なるでしょ。絶対なる。学生で同じチームだったら緊張しちゃうもん、絶対。だって今してますもん俺。本当にこんないかめしの場で、いかめしの場だけど、いや、ケイさんも全然やっぱ違う。わかります、わかります、緊張します。いや、それは入りだけね、多分。でも慣れれば、まあそうっすよね、うん、深くなると結構仲良くなるって感じ。特別、うん、下がっていうより上の人と仲いいのが多かったから。あ、そうっすよね。どっちかっていうと代表とかもね、ずっと若い時に入ってたから、うん、でもその1個下とかクズ世代っておっしゃってましたよね。あのもう世代クズでしょ。誰ですか、1個下。いや、柏木、はい、朝山、はい、山田、はい、宇沢、はい、今このぐらいかな。他にもまあ、まあ、はい、いますね。もう一個下が桜井亮太さんとかですよね。あ、そこら辺はあのちょっとこう存在感ない世代。すごいね、これ面白いね。聞いてる人面白いと思う。そうか、そこのインパクトが強いですよ。だから大地さんとか宇沢さんとか柏木さんの代がやっぱゴンとこうあるから、じゃあ怖かったんじゃないですか、桜井さんからしたら。その1個上って多分、多分ビビって。でも仲いいですもんね、桜井とはね。なんか仲良くて、今がだってそれこそ若い子たちなんてそんなに上下ないんじゃないですか、うん、昔は多分もうちょっと大学でもあっただろうけど、今ってそんなないでしょうね。結構タメ口で皆さん話してますよね、チームの中でも。逆にこっちが気使っちゃう。年離れすぎちゃうと、鍋ぐらいとかだとまだ、まあ、まだ全然大丈夫だと思いますね。いじっちゃうとね、なんか へこんじゃったりして。もちょっと怖いよね、今の子たちは。確かに。ゆとりが。あれ、おいくつでしたっけ。あの、3個下。まあ、じゃあもう全然若くない。若くないな。いや、もっと若い方がちょうどいいね。いいこと言ってください。女性はもうこれからですか。本当ですか。ケイさんが言うとなんかすごくエロいな。私はそう思ってませんよ。ちょっとエロいと思っちゃった。女性はほらこれからちょうどこう20から30に変わるところが、ね、一番こう。なんかいいな。来なかった今、ぐんと。来ました。来たでしょ、今の。閉店してもいいかなぐらい。いや、今のすごい貴重な言葉ですよ。ちゃんと取ったやつ。いや、僕ら来たばっかり。はぁ、すごいね。でもあれですね、今の若手ってあんまり遊んだりもしないし、恋愛とかも。いや、昔が遊んでたみたいな言い方しますけど。そんなん、まあね、真面目にやってらっしゃいますよ。間違いではもちろんないですけどね。楽しく遊ぶね、いろんな遊びがあると思うんですけど。遊びがあるって。っていうか、まあほら、バスケそれはまた別だからね。そうそうそう、別でね。でも今の若手って結構おとなしいって聞くんですけど、どうなんですか。いや、多分そうじゃないですかね。昔はどちらかというと体育会系っていうとこうお酒を飲むようなイメージでしたけど、今のね若い子たちはどちらかというとそんなにないんじゃないですか、うんうん。まあ、プロリーグとかプロチーム、プロ選手ではなかったんで、なんかそうですね、実業団とかか、うん、そういう時はやっぱり、ね、B リーガーっていう意識が、 それこそ恐ろしい人とかいたんじゃないですか、うん。本当恐ろしい人多分いたと思います、本当に。どう恐ろしかったんですか。いや、だからもうもっと上の人たちね、だから、うん、今カメラ回ってなかったら言いたいこといっぱいありますよね。いや、もう全然あります。全然面白い話できますよね。全然人を売ることも簡単にできますからね。私はちょっと責任取れないんで。そうですね、だからほらちゃんとした場だから一応。そうそう、今だから言えることないですか。今だから言える、いや、もう選手の悪口というか。言いましたね今。